はい、2850回始めます。6月4日火曜日になったところですね。今日は本数少ないんでね、もうちゃちゃっとやって帰りますよ。今2時ぐらい、2時になってないか、1時46分ですね。はい、アイテレビってこれどこだろう。あの多分愛媛の方じゃないかなこれ。はい、アイテレビからですね。配達されるはずの荷物が空き家に1500個以上が捨てられた状態で発見ということで、日本郵便四国支社は去年10月愛媛県、新居浜郵便局から配達されるはずだった、1500個余りの荷物が、空き家に捨てられた状態で発見されたと発表しましたと。新居浜市内、愛媛県新居浜市内の空き家の敷地で、発見してきたからね、新居浜郵便局に連絡があったと。調べてみたところ、社員が確認したところ、新居浜郵便局が配達するはずだった荷物など合わせて、1588個が空き家の敷地とか郵便受けなどに捨てられていたと。これらの大半は依頼主が指定したエリアの全世帯に郵便局が配達するサービス、タウンプラスっていうのがあるんだね。タウンプラス、私も知ってます。この荷物で日本郵便は差出人に対して謝罪や、説明を行ったということですということで、まあこれ今回日本郵便のタウンプラス、あのタウンプラスって要はポスティングみたいなもので、例えばこのね、あのなんとか1丁目なんとか2丁目の全世帯に、配るっていう、一軒一軒ね、住所は書いてないんですよ、鈴木様、高橋様とか宛名ついてなくて、まあ、いわゆるあのポスティングでね、あのチラシ配りの人がチラシ配るみたいな感じで、ただこのタウンプラスっていうのはそのエリア全体にくまなく全世帯に配布しますっていう形になってるということのものなんだけども、だから頼む方っていうのはね、例えば保険屋さんとか、飲食店、その地域にある、ピザ屋さんだったら、ピザの広告とかね、注文のね、とか、そういうのが多いのね。あと、リフォーム会社とかね、あと不動産の広告とか、そういうのが多いね。だから商業用に使うのが多いんだけども、このタウンプラスっていうのは。はい、だからこの捨てた人、要は面倒くさかったのね、何か郵便局から請け負ったか、または郵便局の社員さんか、分かんないけど、変な話、不動産の広告とか保険の広告とかなんか一般の家庭入んなかったからって分かんないわけですよ。うちに来なかったとかね、いうクレームが出ないわけ、だからこの配達する人、郵便局の方か分かんないよ、アルバイトの方か分かんないよ、もしくは郵便局はこれ委託ってあんまりしてないと思うけど、してるのかな、多分あんましてないと思うけど、委託した業務委託のね、アルバイトの方だったのかも分かんないけど、ね、こうやって捨てるということをやったんでしょう。これ例えば一般の郵便物ね、なんとか何丁目何の何の鈴木様とかね、この宛名付きの郵便とかね、宛名付きの宅配便とか、そういうものっていうのはこれなかなかね、こういうふうに捨てたりはしないんだけど、宛名のないやつまあね、結構配達員の方、いやこれ配りきれねえよと、やってらんねえよということで、こういうことあるんだよね。私ね、このね、宛名なしの、いわゆるポスティング的なやつはね、前ちょっと自分でやってたんで、よくわかるんですよ、はい。でこの要は郵便物とか配達物、とかを捨てる、っていうことは毎年あるね、これ毎年ニュースになってる。今年もこれ以外でもあるよ、絶対。社名あげたくないけどね。配達してるとこってそんな多くないから、例えば、ヤマトのね、宅配とか、あとこういうタウンプラスみたいなのあるんですよ、ヤマトでも。昔メール便とか言ったかな、メール便とかもあるし、あと郵便局でもね、このタウンプラスとかね、普通に郵送物とかあるし、あと、どこやってるかな、日通とかもやってんのかな、はい、というんで、これがね、ほんと結構ね、一軒一軒に何かを配るってね、結構大変なのよ。それも単価安いから、このタウンプラスとか。例えば郵便のハガキとか今いくら？わかんない。郵便のハガキって今、今年
今度値上がりするんだよね、11月からね。今はがき60、まあ、ちょっと私も本当出してないから、5、60円なのかな、はがき。封書が多分80何円だよね、今ね。80何円とか90何円とかね、うん、それぐらいだけども、まあ、この11月から確か上がるね、うん、封書にしてもはがきにしても。そうなの、1つあたり、まあ、例えば封書だったら80円としましょうか。80円、このタウンプラスとかいうのはもうその半額以下だから、うん、でそのピザ屋の広告とかね、何か配るってやつは1件あたり8円とかだから、5円とか、うん、いう安いんでね、やっぱね、お給料も安くなっちゃうんだよね、うん、まあ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 、これ語りだすとね、結構私このね、配達系はね、結構語っちゃうんでね、気にかけておかないとあれなんですけど、まあこれでも、うん、よくある話よ、これこのタウンプラスのこのサービスのね、その郵便物なんかの、うん、荷主さんどうだったのか分かんないけどね、うん、例えば保険屋さんなのか、共済、県民共済とかそういうやつの共済のね、チラシだったのか、ピザ屋さんのチラシだったのか、うん、不動産の広告だったのか分かんないけども、うん、こういうのってね、こうされがちなのね、うん、だから新、まあ、郵便局としてはこれ郵便、ね、日本郵便としては信用問題になるから、まあ、恥ずかしいお話なんだけど、これはね、あるのよ、結構ある、もう毎年毎年、うん、配るの大変だから、うん、はい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 、ということです、うん、ね、皆さん、まあまあまあ、配達系のされたことある方はね、うん、分かると思いますよ、うん、安いんだ、単価がこれ、うん、だから割に合わないのね、うん、採算合わないっていうか、うん、だからといって一応ね、値段があって郵便局受け負ったものだから、こうやってね、配達されるものがはず、配達されるはずのものがね、空き家に捨てられて遺棄されてたみたいなのっていうのはね、困ったもんだね、はい、ということでね、はい、よくあるニュースやりました、はい、チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。